ニュースです。ドン・ビツに新 CM 開始も、星野源、吉岡里帆は降板。日清のドン兵衛の新 CM が2022年9月28日から全国で始まった。すべてアニメで構成された新 CM への注目度は高いが、星野源さんと吉岡里帆さん出演のこれまでのドン・ビツネシリーズを惜しむ声も多い。 CM を降板したのではとの憶測に対し、日清食品ホールディングスの広報部は取材に、お二人との契約は終了していますと回答している。以前までの CM は非公開になっている。